Hey guys! Welcome to TGK Light Up TV! ということでね、今回もグローブ紹介やっていきたいと思います、今回のグローブはですね、エレボスは続いてますので、最後もエレボスで締めたいと思います。もう勝手にね、TGK が個人的に推してるグローブなんで、バンバン紹介していきたいと思います。はい、今回紹介するグローブのモデルはこちら！はい、ギガース。スーパーソフトグリップエルゴスーパーソフトグリップっていうことで、こんな感じのなんかこうちょっと宇宙っぽい感じのグローブになっております。はい、ではつけていきたいと思います。エルゴということなんで、これがエルゴカットっていうのかな、こうなんて言うんだろうな、親指はこうロールって言ってこう巻いて、この外側で縫製してあって、人差し指とかもここ外側でこう巻いてるような感じで縫製してあって、この第一関節ぐらいのところでこうキュッと巻かれてるような感じなので、指先のこうフィット感が高いのが、まあ、特徴のカットになってるキーパーグローブですね。で、まあ、デザインはこんな感じで、先ほども言いました、なんかこう宇宙なのかターミネーターなのかちょっとよくわかんないですけど、こう結構青でちょっとなんか機械チックな、日本語の乏しさにちょっと幻滅しますけど、機械チックな、デザインになっております。で、パンチングのところは透明なんでわかるかな、こう結構ぼっこりシリコンが結構がっつりついてます、シリコン。はい、でバンドはシングルロールですね、つけていきたいと思います。これはね7号買いました。だいたいね、私多分 HO だと6号、エレボスだと7号がちょうどいいです。うん、そんな感じのサイズ感です。かっこよくね、かっこよくないですか、このグローブに関しては。結構エレボスなんてタイトめな作りなグローブが、結構なんて言うんだろう、有名じゃないけどなんて言うんだろうな、日本人の手に合ったグローブって歌ってるだけあって、結構ピタッとねしたグローブが特徴のメーカーさんだと思うんですけど、このグローブに関しては確かにフィット感はあるんですけど、比較的一般的なこうなんて言うんだろう、キーパーグローブとそんなに変わらない。だからその着脱のしにくさとか、こうタイトすぎて手が入らんみたいなことはおそらくこれはないと思います。でもさっきも言いましたように、ここですね、ここがこうロールでキュッと巻いてあるので、指先のフィット感はすごくあります。あの中シリコン入ってないですけど、中ずれは全然しないような感じの作りですね。グリップはスーパーソフトっていうことで、まあ真ん中ぐらいのグリップなので、そんなにね高くはないですけど、できるのかな、あーちょっと厳しいな、私の握力じゃちょっと厳しいですけど、多分普通の人の8号とか9号ぐらいの手の人で、ある程度ちゃんとある握力がある人であれば、おそらくこれワンハンドキャッチできそうな雰囲気はあります。これできてないですよ、手の上に乗せてるだけなんで。結構掴めるグローブになってます。下向けると私ちょっと握力がないんでポロッと落ちちゃいますけど、はい、結構グリップもそんなに悪くないと思います。練習用とか試合用とかで十分全然使ってもらえるぐらいのグリップだと思います。ちょっと両方つけてみましょうか。グローブ紹介3本目にして結構思うことが、グローブ紹介って難しいね難しいですよね。みんなどんなこと知りたいですか、グローブ紹介するときに。サイズ感とかデザインとか、どんな感じになってるのかっていうのは知りたいのかな、うん、分かんないけど、まあデザインはいつも通りここのね、エルボスって人差し指のところにこう入ってたりとか、なんかなんて書いてある、シャドウフィットって書いてあったりとかしてますね。で、まあ、ロゴのところ全部浮き出てるのが特徴ですかね、結構。はい、こん
て、うん、結構つかみやすいですね、ボールも。で、素材的にも軽い素材、布の素材使ってるので、グローブ自体はすごく軽いですし、うん、ボールも結構つかみやすい感じですね。こんな感じです。角度からお届けしてます。必要あるのかっていう話ですけどはい、こんな感じですね。ギガース、まあ、さっきも言った通りに、ここね、パンチング部分にシリコンついてるので、パンチングした時の衝撃吸収も結構強いと思います。バーンってなった時にもある程度ね、こうカバーできるんじゃないかなと思います。こう変なところに当たらない限りは。こんな感じですね。はい、ギガス、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということでね、グローブ紹介していったわけなんですけども、 TGK が勝手に推してるメーカーです、エレボスって。知ってる人も多いのかな。結構キーパーって他のね、やっぱ他の人とはなんか私的にはあんまり被りたくないので、結構エレボスだったら、まあ、まだ被らないのかな、どうなんだろう。でも結構うちのスクール生とかつけてるからな、よくわからないけど、デザインとかがね、やっぱ独特だし、カラーリングとかもすごい私個人的には好きなので、デザイン性も高いですし、グリップもねそんなに悪くないし、何よりやっぱタイトめな作りだったりとか、こう結構フィット性が高い作りになってるので、ものすごいおすすめです。はい、なんで、まあ、気になった方ねいらっしゃいましたら、概要欄にあります公式の TGK の公式の LINE の方にご連絡いただきますと、お得な情報をお渡しできるかなと思いますので、ぜひぜひご連絡してみてください。はい、ということで今回のこの動画良かったよ、このグローブかっこいいよ、欲しいよっていう方は、チャンネル登録といいねお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!